ソウルスターリングは日本の競争馬、繁殖品馬である。主な勝ち倉は2016年の阪神、ジュベナイルフィリーズ、2017年の優秀品馬、チューリップ賞。ソウルスターリングは、父は GI10 賞で、無敗馬のフランケル、母は GI6 賞のスタセリタであり、母と父の GI の勝ち数から16冠ベビーと、賞され多くの競馬関係者から注目を集めた。 フランケルは2013年に種ボバ入りした新種ボバでまだまだ種ボバとして未知数であることも注目を集める要因となった。7月の札幌競馬場の2歳新馬戦でデビュー。安状には母のスタセリタの主戦機種でもあったクリストフルメールを迎えた。レースは中段あたりに位置を取り、2着馬、アドマイヤマンバイに首さながら人気に応え勝利した。状メルは お母さんのスタセリタに似ていて、大きなストライドです。これから楽しみですとコメントした。二戦目は、オープン競争のアイビーステークスに出走。一番人気は、新馬戦を解消してきた、ペルシアンナイトに譲るも、レースでは先行し最後の直線で、ペルシアンナイトに一馬新さん、四差し付けに連勝を飾った。阪神ジュベナイルフィリーズ三戦目は二歳品馬 GI の、 阪神ジュベナイルフィリーズに出走。このレースには、小倉二歳ステークスを6馬審査で圧勝した、レーヌミノルや、アルテミスステークスの勝ち馬、リスグラシュー、新潟二歳ステークスの勝ち馬ブゼットジョリーなど、数多くの重賞勝ち馬が集まった。ソウルスターリングは、重賞未勝利にもかかわらず、一番人気に支持された。レースでは、常時3、4番手をキープし四コーナーを楽な手応えで、 周り、直線では、例のミノルやリスグラ州が追い込んでくる中、暗城のクリストフルメールが追い始めるといい反応を見せ、左道を一回振るっただけで二着はリスグラ州に一馬身1、4差し付けて、重傷発制覇を GI 発制覇で飾った。この勝利により、2016年の JRA 賞最優秀二歳品馬を受賞した。阪神 j f 後 人営はいずれかのトライアル競争を経てから、大賀賞へ向かう意向を示した。チューリップ賞とシャけ初戦は、大賀賞のトライアル競争である、チューリップ賞に出走。阪神 JF2 着馬リスグラ州も出走する中、単勝オッズ1.5倍の圧倒的1番人気に押される。次2番人気は、リスグラ州の2.7倍で、3番人気のミリッサは11.0倍と、人気を2分した。 レースでは、常時5番手につけると、最後の直線で足を伸ばし、2着馬ミスパンテールに庭審査つけ、解消。デビューから4連勝を飾るとともに、大賀賞への優先出走権を獲得した。そして迎えた、品馬3冠の1冠目、大賀賞。フラワーカップの勝ち馬、ファンディーナは、サツキ賞へ挑戦するため出走しないものの、クイーンカップ勝ち馬、ドマイヤミヤビ。 朝日杯 FS から直行したミスエルテ、チューリップ賞で破った、リスグラシュー、ミスパンテール、フィリーズレビュー価値馬からくれない、同競争に着馬レーヌミノルなど多くの重賞馬が集まったにもかかわらず、前日時点で単勝を随点て1倍のダント突一番人気に押されていた。最終的には1.4倍に落ち着き出走を迎えた。 レースは中断に控えて進めるも、最後の直線では先に先頭に立ったレーヌ、例のミノルを捉えられず、また、リスグラ州にも交わされ3着。無敗での大歌賞制覇とはならなかった。続くヒンバ3冠の2冠目優秀ヒンバでは、フローライスカチウマモズカッチャンなどの参戦や、前走で3着と敗戦を起死したことなどがあったものの、単勝、2. 2.4倍の一番人気に押された。 レースでは1枠2番スタートから2、3番手を追走。最終コーナーで良い手応えで前に詰め、迎えた最後の直線、暗状のルメールが追い出すと、ソウルスターリングが先頭に立ち、残り200メートル付近で同じく1枠のモズカッチャンの吸収に合うも、それを突き放し最後は2着モズカッチャンに一馬進さん、四冊家、優勝、歌手の女王に輝いた。 三着アドマイヤミヤビにはさらに二馬新半ついており、二頭が突出した結果となった。なおこの勝利により、ソウルスターリングは二度目の GI 制覇、ソウルスターリングを管理する藤沢和夫調教師は、重賞百勝を達成、起乗したルメールは、前週の GI ビクトリアマイルのアドマイヤリードに続く二週連続の GI 制覇を達成した。秋は、 秋華賞へは向かわず、毎日王冠から、天皇賞、秋へ向かうこととなった。秋初戦の毎日王冠は12頭が出走。GII にもかかわらず、前年のダービー馬馬カ引きと2014年のダービー馬、ワンオンリー、安田記念勝馬、里野アラジン、ドバイターフ勝馬リアルスティールと、合わせて5頭の GI 馬が出走する顔ぶれとなった。そんな中でも、ソウルスターリングは、 三二2.0倍の一番人気に押された。レースでは逃げる馬がおらず、押し出される形で先頭へ立つ。そしてそのまま最後の直線まで向かうと、残り400メートルほどまで先頭だったが、安状のルメールのサイ員に反応せず、後退、発着という大敗を喫した。その後は、予定通り、天皇賞、秋に出走。北山ブラックや里のクラウンと八頭の GI 馬が、 揃った中で4番人気に支持された。しかし、台風の接近により、前半1000メートルが64.2秒という、歴史的な不良馬場になった上、直線では、馬場の大外を回らされるロスもあり、6着に敗れた。自走のジャパンカップでは、これまで主戦を務めたクリストフルメールが両馬の当年、ダービー馬レーデオロに騎乗するため、クリスチャンデムーロに乗り換わっての出走となり、 前走と差のない4番人気に押された。レースでは中断を追走するも、直線で伸びず、シュバルグランの7着に敗れた。4最初戦は、ビクトリアマイルの前哨戦である、阪神頻馬ステークスに出走。前年のビクトリアマイル優勝バードマイアリードや、同期の大歌賞、週歌賞2着は、リスグラシュー、ターコイズステークス、 京都品バステークスを連勝してきたミスパンテールなどメンバーが揃う中でリスグラ州に次ぐ2番人気の支持を集めたしかしレースでは直線に入ってから全く伸びずに交代し10着に大敗したこの大敗もあって自走ビクトリアマイルでは人気を落としデビュー以来初となる単勝オッツ10倍台の5番人気に止まった過去3.6着と苦手にしている雨でのレースの中 直線では、後方から追い込むも前には届かずに7着に敗れた。その後は、安城が北村博史に代わって、クイーンステークスに出走。同期の週刊商馬、ディアドラに次ぐ2番人気に押された。行位で競馬を進めて、先頭で直線に入り、ディアドラには離されたものの2着フロントアクイーンに、首差の3着に抗走。優秀牝馬以来1年2ヶ月ぶりに掲示板内。 副賞圏内に入った。秋は、府中品バステークスに出走したが、10着に大敗。レース後に骨折が判明し、今後の予定が白紙になり、休養入りとなった。およそ7ヶ月ぶりの復帰戦として、ビクトリアマイルに名手竹とヨの新コンビで出走。前年の不調も、相まって、単勝8番人気に甘んじると、レースでは、 直線で有力馬に並ぶなど検討を見せるも、結果は急着に終わった。その後は、エプソムカップへ引き続き竹豊とのコンビで出走を予定していたが、直前に左前指波行を発症、出走を断念した。夏を休養にあて、秋は、不中品バステークスに木畑育也との初コンビで復帰を予定していたが、直前に左前足波行を再発。 再び出走断念を余儀なくされた。復帰戦となった中山記念では北村博士が久々に安城を務めた。9等中6番人気の評価で迎えたレース本番ではスタート後逃げたマルターズアポジーを追うように2番手からレースを進め直線では勝ち馬にかわされるも最後まで粘り込んで3着に食い込んだ。 ヤシロレースホースが所有する品場は6歳3月末までが引退期限となっているため、中山記念が実質的な引退レースと見られていたが、管理する藤沢和夫調教師は2戦連続で出走取り消しになっていたし、もう1回ぐらい走らせてあげたいね、とコメントし、引退までにもう一度出走させる可能性を示唆した。引退レースとなった。 日経賞では3コーナーで一旦は先頭に並びかけるも失速して13着に終わった。引退後は北海道千歳市の八代大ファームで繁殖品馬となった。ありがとうございます。